こんにちは、ひかりです。今回はね、ハードオフの購入品紹介ですね。はい。ハードオフに限定した購入品紹介です。まずね、ちょっと前に買ってたんだけど、CD を1店舗でね、ジャンク CD、まあ1、1枚100円なんだけど、全部。を5枚ゲットしてました。まず上から見ていくと、こちらですね。ババーン。まさゆき鈴木。はい。鈴木まさゆきさんの CD はね、まあ僕ね、歌好きなんで集めてるんですよ。お 8センチシングル入ってんじゃん。そうそう。これねこれだけであるっていうのが多分普通なんだけど、このケースもあるっていうのは嬉しい限りですね。はい。これ持ってなかったと思うんだよね。曲はね、えっと、ライブ、ライブの方で、夢で会えたらとかいう有名な曲があるかな夢でもしいってやつね。会えたらー、素敵な、それね、 100円。11月入荷ということで。まあ、入荷したてでしたね。あ、ここ開くんじゃん。マーティン。かっこいいね。はい。で、これ、ね、持ってた可能性があるんだけど、アムロナミエさんのアルバムで100円なんだけど、あの、引退するときって、する直前ぐらいって、これね、本当安アムロさんの、あの、シングルすら100円でなかった時期があって、 今やっと復活しました。やっぱね、解散とか、こう、引退とかってなると値上がるんだよね、そのタイミング。特にスマップと、この、安室さんと、あと、嵐が、なんか解散発表した頃がめっちゃ値上がって、最近はちょっとさすがに長いじゃん、そこを辞めるまでが、辞めるっていうか解散するまでが。だから価格落ち着いてるんだけど、またね、本当に解散するときに、解散というか休止なのかなわからないけど、また値上がる可能性があると思いますよ。うん。まあ、その安室さん、これ持ってた可能性あるんだけどね、 アムロさん自体はそこまでファンってわけじゃないんだけど、あのー、いるかなそうそう、あのね、あの曲わかんないか。あの、歌はすごいいいんですよ。ファンってわけじゃなくても好きになっちゃうぐらい歌がいいというね。はい。アムロナミエさんのアルバムだよね。これアルバムだよね。2000年かな。 はい。そして、次がね、2枚連続になるんだけど、これは持ってた気もしなくはないんだけど、あの、島谷ひとみさんのね、シャンティと、これゲートっていうやつかなアルバムですね。はい。島谷ひとみさんはね、高校ぐらいの頃にめっちゃ聴いてて、すごい好きなんだよね。知ったきっかけは、あの、ドラえもんのエンディングテーマを歌ってたんだよね。あと映画の主題歌にもらってる、あの、 トゥルル、虹を結んで、空のリボンっていうやつ。知ってるかなそうそう。それで、多分これ外のケースあったのかもしれないけど。まあこれだけでも。で、こ、は、れ、い、ね。ゲート。素晴らしい。一応ね、中身も確認して買いましたね。こんな感じで。この店舗はここね、止めてないんで、中がない時があるんですよ。別のが入ってる時もあるし、ない時もあるんで、お気を付けくださいって感じで。 だから閉じてないところの,のは確認してから買った方がいいです。閉じてるところのは確認できないから。まあ、店員さんに言えば確認できるんだけど多分大丈夫なんでね。でラストはこちらですね。立花慶太さんですね。のアルバム。はい。初回限定版らしい。DVD 付きで。はい。これね、あの、Wins のメインの人だよね。一番背が高い人。 やっぱり、君は綺麗だ、とか言う。知ってるウィンズ。あと有名な曲どれだっけなま、あいろいろあるんだけど。うん。三人組のウィンズで。もう一人辞めちゃったのかなうん。さあ、そしてね。えー、のが、一つの店舗で買ったやつで、これはまた別名にもう一店舗でも買ってます。まあ、CD が続くんだけど、正さき、鈴木、マーティン。はい。これも100円でした。ここに貼っちゃうっていうね。 だからここに貼っちゃうとね、値札た剥がしが浸透しなくなるんですど、だから、一旦これを剥がす手間が増えるんですよね。こんな感じで。まあ、100円なんですけどね。今のは剥がしやすかったからいいけど。100円で、はい、買いました。これはね、Perfume っていうアルバムで、ですね。はい。有名な曲はどれかあるかなあ、渋谷で5時とか有名かなはい。 今日も渋谷で5時ーってやつ。あと恋人とかも有名じゃなかったっけちょっと、まあ、そんな感じで。いいですよね。そしてね、ラストがちょっと CD とかけ離れるんだけど、こちらですね。ババーン。えー、稲妻11の、あのー、なんちゅうのあ、なんだっけスマートウォッチ。はい。 なんだけど、このスマートウォッチ自体で高積海が出してて結構いいやつなんだけど、稲妻11のってだけで、もうめっちゃね、アマゾンでも新品で安いぐらい。新品で500円ぐらいで買えちゃうんだけど、100円でしかも閉じてあったのを開けてみたんですよ。そしたら新品でした。はい。なので、まあ、稲妻11で遊ぶ、遊んでゲームと連動させられるんだけど、まあ、そういう運の関係なしに普通にスマートウォッチとして使おうかなと思って。 いや、僕もスマートウォッチ持ってたりするんだけど、提供品のやつとか、あと普通のね、腕時計とか持ってるんだけど、なんか作業したりとか荷物運んだりとか、あと、なんだろう、う掃除もそうだし、あとね、やっぱ、ハードフとかのリサイクルショップ巡りとか、ジャンク修理とか、ジャンク修理じゃない、ジャンクアサリとか、してるとさ、ほんとね、腕時計傷つくのよ。それで傷ついてもいいようにこれ買ってみました。100円でね。これもね、あの、ゲームコーナー、ジャンクゲームコーナーにポンとあった。 と、はい、いうことで、今回のハードオフ購入品はね、こんだけですね。他にもね、オフハウスとセカンドストリートとブックオフのおもちゃの購入品があるんで、それはまたちょっとあのジャンル違うんで、別動画に、えー、したいと思います。はい。皆さんもね、えー、CD ね。今日もね、僕ね、音楽聴いてますよ、実は。と言っても僕ね、ジャニーズばっか聴くんだよね、普段そう。最近ハマってる曲はね、あの知ってるかな ま、知ってる人は知ってると思うんだけど、V6 の Can Do, Can Go だっけ ?We Can Do, We Can Go ってやつ。あのね、ジャニーズ Jr. がめっちゃ歌ってるでお馴染みのやつとか。すごい最近、最近っていうかもうここ何ヶ月かハマってますね。はい。まあ、歌はね、定期的に聴くといいと思いますよ。面白いし、面白いしじゃないや。いいよね。うん。リフレッシュになると思います。はい。まあ、この後はね、値札を剥がす作業はありますね。そんで、 パソコンから、まあ、MP3 プレイヤーに取り込んだり、CD プレイヤーでね、聞いたりとか、する形ですね。はい。ということで今回の購入品紹介は以上です。もしね、良かったなと思っていただけたら、評価ボタンとコメントと、あと、チャンネル登録されてない方はチャンネル登録をね、していってください。あと、あの、説明欄におすすめ Amazon リンクっていうのを載せてるんで、まあ、アマゾンで買い物するときはそこ飛んでもらえると助かります。はい。それではまた、バイバーイ。